もう全然認可とか認証とかに認可外とかもう問わず一切入らなくって、最初の方から長く見てもらってる方がいらっしゃるので、完了報告とかでこういうことができるようになりましたねっていうのを言ってもらっても、そんな成長してるのかって思ったり。こうやってフレキシブルに対応していただいて、朝の送りとか帰りの迎えもなくって、シッターさんにはシッターさんなりのこうメリットがすごくあるなと。例えば体験上の施策で補助金を出していただいたりとかするとすごく現実的になる。